大谷、ホームランダービーへの出場意欲。エンゼルスの大谷が、今季のオールスターのホームランダービーについて初めて言及した。次の登板が爪の感じでわからなくなっているので、スケジュールはまだ確認できていない。こう話すにとどめ、出場するかどうかは明言しなかった。救援後の、勝負の夏も見据え、徹底して準備をするのが大谷だ。この日、割れた爪の影響で登板日がずれ込み、救援の企画になれば、本塁打競争の参加は難しくなるかもしれない。このまま日程通り、中5日で7月3日のパドレス戦に登板すれば、後半戦の初戦まで10日。体力的にも本塁打競争に出ることは十分あり得る。爪の感じ次第で出るってことやん。2021年ヒーヒー言ってたけど大丈夫か。ホームラン王へ独走中なのでホームランダービーに出ざるを得ないかもだが、やめとけ大谷。出場してほしいけど長い目で見たら出ない方が賢明だろうな。時間内打ちっぱなしのルールを見直す必要があるだろ。日本のようにホームラン以外は全てアウトに扱う10アウト制とか、ホームラン5本までに何打席かかったかとか、対戦形式のトーナメント方式じゃなく一発で決められる方式を考えてもいいやろ。ほんまそれな。あれだけ辞退者が出ているのに MLB が現方式にこだわるのが不思議だわ。営業上や金銭面など変えられない事情でもあるんか。ピッチクロックよりこっち変えろよ。大谷は2021年でホームランダービーでどんだけ疲れて影響が出るかはワイラより理解してるはず。その上で参加するとしたら、今年は公約法でも見つけてるに違いないやろ。修正力の大谷さんやぞ。一昨年と同じ失敗はしない。体のことだけはマジで気をつけてくれ。むしろホームランダービー後に覚醒するに一票。すでに覚醒してるのにやりすぎだわ。大谷はいつもワイラの想像を超えてきよるからな。このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。